ご覧いただきありがとうございます。今回は先ほど終わったばかりのラリーガ第26節レアルソシエダ対エルチェの一戦についてお話ししたいと思います。結果はソシエダがリーグ戦4試合ぶりの勝利となる2対0で勝利を収めました。ようやく待ちに待った勝ち点3となりまして、後ろで追いかける5位ベティスも勝利しましたので、まだ勝ち点3ポイント差と依然変わらずの状態ではあるんですけれども、見事ソシエダはホームで勝利を挙げることができました。なぜか試合が終わった途端ですね、僕は強烈な睡魔に襲われまして、そのままバタンキューしてしまったので動画のアップが少し遅くなってしまったんですけれども、とにかくこの試合いろいろ話したいことはあったんですけれども、やっぱり先発復帰で見事先制点を決めた久保の活躍が全てだったなと思います。久々の出場でゴールを奪ったバレネツィアももちろん嬉しかったですし、シルバは相変わらずさすがでしたし、途中で入ったオヤルサバルは相変わらず消えていましたし、いろいろあったんですけれども、とにかく久保のゴールが生まれて本当に良かったなと思います。一瞬ねオフサイドかもと思ってちょっとヒヤッとしましたけれども、シルバとの連携でよく決め切ったなと、本当にホッとしました。ここから代表ウィークに入りますので、次のラリーガ第27節は少し空きまして、日本時間で4月3日月曜日深夜1時半から久保建英の古巣となるビジャレアルホームでビジャレアル対ソシエダの試合が予定しております。なんとかねこの流れに乗ってソシエダはここから巻き返してほしいなと思いますし、久保建英の古巣相手ですので、ウナイエメリはねもういませんけれども、このビジャレアル相手にまたゴールを期待したいなと思います。手短にありますけれども以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。